長谷寺は、東京都港区西麻布二丁目にある、総当州の永平寺東京別院。3号は、札山。本尊は、釈迦虫仏。また、観音堂には十一面観世音菩薩が法案され、江戸三十三箇所観音霊場の第二十二番札所でも、ある。禅の修行道場として騒道がある。現在地は、下渋谷村に属して、渋谷ヶ原と呼ばれ、 奈良の長谷寺と同一の木材で作られたと伝えられる観音像を祀った武道があった。山口重政が天正19年、徳川家康に招兵され、江戸に登った際、渋谷が原に下屋敷を配慮し、慶長3年、この渋谷が原観音堂をもとに、福田山長谷寺を創建し、菩提寺とした。海山は家康と信仰があり、 千学時の解散でもあるモナン州関であった。その後、下野家国内、中寺松寺で、天正十二年よりため池にあった、札山大菊萌院と合わせ出らし、自覚を高めた。現在は、高木町交差点方面が正面口だが、江戸時代には西麻布交差点方面へ東に伸びる道が表参道であった。突き当たった通り沿いには天南元年門前町が起立し、 その向かい側に渋谷側の支流郊外側が流れ、川の両側には原宿村あざ五反田の伝寺が広がっていた。現在、郊外側は暗郷となっている。寺の裏手、現在の根津美術館には、日向国高部藩秋月家氏も屋敷があり、屋敷内の池から境内の脇を通って郊外側に至る支流が存在した。寺の南側には広大な、 河内国単乱藩高木屋,屋屋敷や組屋敷が存在し、普段の山口屋下屋敷は高木屋屋敷の南にあった。法永6年、現在の高木町センタービル付近に渋谷ご掃除町が成立したが、大部分は武家地であった。明治になると渋谷長谷寺門前、渋谷御掃除町、周辺の組屋敷とともに、あざぶく、郊外町に編入され、渋谷ではなく、 麻ザブ地域に属することとなった。しかし、現在の山道付近は赤坂区青山高木町に属し、高木町側に正面口が設けられると、寺も高木町と認識されることも多くなった。昭和20年東京大空襲により、本尊寺室とも消失したが、昭和52年再興された。ありがとうございます。